間なので始めます。いいですか。内側の声聞こえちゃったかもしれませんが、そしたらちょっとじゃあそちらの方を回してくれます。さあ、そしたら今日もまた始めたいと思います。今日はですね、前一番最初の時に来ていただいたんですけれども、若干経ってご挨拶だけはいただいたんですが、京都施策ネットの中の非常に有力な企業のクロスエフェクトという会社の社長さんの武田さんです。でこれを見ていただいてもすごい力作の絵が入っていまして、これをちょっとパクって私は論文に使おうと思って今必死になってパクる、どうやってパクろうかって今考えてます。それで今日はですね、実は3次元キャノンの実演みたいなことまでやっていただけるような話なのですから、非常にこう期待をしています。すいません、あまり紹介しませんが、自己紹介をしながら会社の宣伝をしながらぜひここでお話をいただければと思います。よろしくお願いします。はい、どうぞ。すいません、狭いところでどこから出ていいか分からない施策ネットの関係でこういうお話させてもらう機会をいただきまして、非常にありがたい話だなと思ってます。で、まず私が施策ネットに入れた、もしくは入った経緯をまずお話しさせてもらって、施策ネットとはまあどういう組織なのかっていうのはもうこれまでの講義でおそらくご説明聞いてると思いますけれども、もう一度私の方から、私が一番最後に入ったメンバーなんで、私なりに感じたその施策ネットの魅力といいますか可能性というのをご説明させてもらいたいと思います。でそれと合わせて今日は3次元データを使って、私どもが今やっております高速施策ですね、ラピッドプロトタイピングという、事業内容を、まあ、3次元キャドを今日使ってと渡辺先生言われましたけど、ちょっとお見せするぐらいであまり深くはご説明できないとは思いますけれども、簡単にこういうものづくりをしてますっていうのを、お見せできればと思ってますので、よろしくお願いします。そしたら早速、この 3D データを駆使したさまざまな高速施策ということで今我々がやっている内容をご説明させてもらおうと思います。もう手元にスライドの4分割の資料をお配りしていただけると思うんですけれども、簡単に会社概要から、始めさせてもらって、あとデジタイザー 3D デジタイザーとは、そこからまあ 3D デジタイザーを使った事例紹介というのと、最後に京都施策ネットと連携した、まあ、事業展開といいますか、施策ネットで得られたもの、施策ネットどういう今後活動していくのか我々を含めてその辺をご説明できればと思っています。まず会社概要からなんですけれども、我々ども株式会社設立したのがですね2001年8月1日ということで、ちょうど4年ちょっとですか。それまで個人でやってたんですけれども、法人設立してから4年ちょっとですね、まだ組織も中身の体制も全然発展途上でですね、企業と言えるようなものじゃないんですけれども、みんなメンバーが若くてですね元気のあるものばかりですから、まあ、勢いでここまで来たような感じでやってます。まあ、メンバー私を含めて、まあ、一番上がまあ35歳で下がまあ26歳ぐらいという、まあ、全員若いメンバーでですね、誰一人職人と呼ばれる者おりません。でものづくりやってるんですけれども、
まあ、職人がいない会社ということで、逆にそれを売りにしていこうじゃないかと。若いメンバーだけでどれだけやれるのかっていうのをみんなに見せていこうじゃないかということで始めました。で、まあ、職人さんはまあ素晴らしい技術をお持ちで、まあ、20年30年かかってものづくりっていうのをやられてるんですけれども、我々今職人がいなくて、そういう職人技を何で表現していくのかと言いますと、まあ、今日ご説明するそういうデジタルの技術を使って職人の20年30年かかる技を、まあ、僕らみたいな3年4年だけやってきたようなものでも表現できるんだというのを証明していきたいというのが、会社を立ち上げた、いきさつ狙いです。で、たらたらと書いてますけれども、主な事業内容として3次元のモデリングサービス、3次元デジタイジング、光造形、真空中継、会員金型とかいろいろ書いてますけども、これら全て大手開発メーカーさんが立ち上げの時に必要な開発試作と呼ばれる試作品をいかに早く作って開発の期間を短くするのか、それに特化したサービスをしていこうということで、全て開発施策に必要な技術です。で、右の方に写真2枚載ってるんですけども、まあ、上の方が光造形品、まあ、下も光造形品なんですけども、上の方がこれカーナビの光造形品ですね、カーナビのフロントパネル、まあ、これをメーカーさんが、設計されて金型ですね、大量生産行く前に確認する、で確認があれば設計変更という形でもう一度設計からやり直すということで、まあ、それを何回か繰り返されるんですけども、こういったそのフロントパネルのような樹脂製品ですね、こういうものの高速試作を我々手掛けてます。で、下にありますのがこの空洞実験用エンジン光造形品って書いてあるんですけども、これは京都に有名なレーシングカーチームがありまして、そこのレースに出される前にフード実験用のモデルということで、これ何分の1スケールか忘れましたけども、まあ、結構大きいものですね。これ450画ぐらいの造形品なんで、一旦これで、まあ、エンジンそのままを作ってですね、車体にマウントして前から風を送って、で風の動きがどうなるかっていうのを確認されるためのモデルですね。で、今までの光造形っていうのを使わずに切削工法と呼ばれるものの削り出しですね、削り出して作っていく工法ですと、こういうインテークマニホールと呼ばれるこういう複雑な形状であったり、まあ、いろんなものが組み合わせてこういうのになってるんですけども、こういったものが、まあ、切削工法では表現できない、もしくは表現するのにもかなりの時間がかかってしまう、イコールコストがかなりかかるんですけども、これを光造形という技術であれば、まあ、意図も簡単にといいますか、切削工法に比べると早く安く表現できるということで、最近いろいろな分野で応用され始めてきてます。まあ、そもそも光造形というのはですね、3次元データをまずスライスデータに置き換えまして、だいたいコンマ1から100分の5ぐらいのスライスデータに置き換えて、そのピッチの積み重ねで下から順番に積層造形をしていくという、ご存知の方も多いと思いますけれども、そういうものづくりの方法です。ですから下から順番にこう積み上げていきますので、作れない形状はないですね。基本的に簡単に言うと、鳥かごの中に入っている鳥であったり、そういうのは一体で、まあ、分割せずに下から順番に作っていくことができるというような感じです。ですからこういった複雑な形状でも、複雑であればあるほど光造形の、メリットは出てくるので、逆にその簡単な形状ですと光造形は高い、もしくは融通が効かないということで敬遠されます。ですから基本的にうちに入っている仕事はですね、
こういう光造形であればメリットが出そうな複雑な形状ばかり入ってくるようになってきました。で、それがまあ光造形の説明なんですけれども、あと 3D デジタイジングとかですね、モデリングとかありますけれども、デジタイジングに関しては後で事例を交えながらご説明させてもらいたいと思います。あとまあ真空中継というのは、光造形品、このように上げた光造形品をうちの方で手加工で仕上げをしましてですね、シリコンを用いて金型じゃなくシリコン型というのを作りまして、シリコン型に樹脂を流し込む、型に注ぐとか言って中継ですね、これを真空状態でして、真空状態で樹脂を流し込んで、樹脂から発生するガスであるとかいろんな気泡を取って しまう方法なんですけども、これは金型を作るよりもちょっとお安く早く試作品を作れるということで、今光造形と合わせて使われている業者さんが多いです。で、我々もその例に漏れず光造形と真空中継を合わせて、単納期で試作品を提供するサービスを行っています。次ですね。活動システムのマッピングということで、今我々が活動している内容を、簡単にちょっとまとめてみました。で、黄色で書かれているところが我々のそのメインとなる、まあ、一番売りとなる事業内容ですね。左の上から、まあ、低い製造コスト、地域密着型限定サービス、データ作成から量産までの一貫性のあるものづくり、それと高速試作、高速金型ということで、4つに今分けさせてもらってます。で、ここで、京都試作ネットとのコラボレーションというのが出てきてるんですけれども、試作ネットに加入してから我々今まで一社だけではものづくりできなかったような依頼が取れ始めてる、まあ、簡単に言うとですね、今まで我々は樹脂の試作を専門にやってたんですけれども、まあ、京都試作ネットでメンバー企業さんとコラボレーションすることでですね、金属であったりプレスであったりメッキであったりさまざまな業者が集まって今試作ネットを構成しているので、お客さんからですね、まあ装置門であったり、最近よく依頼をいただくロボットのような試作をですね、試作ネットのメンバーと一緒にコラボレーションして進めることができると。で、今メンバー企業の秋田製作所さんとですね、一緒にある特殊なロボットを作ってるんですけれども、我々一社だけではロボットといっても外側の筐体ですね、ロボットの、樹脂製品になるようなところしかできなかったと思うんですけども、まあ、秋田製作所さんはご存知の通りメカトロですね、電気物でいろんな装置開発、ソフト開発ということで、我々にはないそういう技術を持たれてます。で、一緒に組むことでですね、一社では取れなかったそういうロボット丸々のその依頼、ロボットの試作、その辺がコラボレーションすることによって取れるようになりました。まあ、お客さんにとっても発注側ですね、まあ、樹脂はここの企業、板金はここの企業で、設計はここの企業というように、こうバラバラで頼んでいたその業務がまあ一括して受けられるということで、大変好評いただいてます。で、その他、まあ、試作ネットに入ってから京都の今立命館大学とですね、産学連携ということでコラボレーションしたり、さまざまなその研究機関から試作ネットの方に依頼が入ってますので、
これは支度ネットに入らなければ絶対我々の小さな会社ではできなかったなと思うようなことが、最近ちょっとずつ出てきました。で、それがまあ支度ネットとのコラボレーションということで重要な位置づけで我々は置いてるんですけども、まあ、その他ですね、地域密着型限定サービスとか、まあ、高速支度、高速金型、この辺はですね、特に我々あの時間を意識したものづくりをしてますので、どうしてもその遠方のお客さんですね、我々京都なんで京都を中心にして、特にまあ関西圏、近畿圏、この辺を中心にした、まあ、今のところ限定サービスということでさせてもらってるんですけども、どうしても試作ということで、設計から、まあ、開発のかなり上流工程から関わることが多いので、ファックスとか電話とかですね、その辺ではなかなか伝わりにくいところがある。で、その辺伝わりにくいところをですね、補うために、まあ、地域密着型にして、まあ、設計者と膝を交えた打ち合わせですね、その辺を可能にしていこうと思えば、必然的に近い、我々の会社から近い企業さんとしか今、お付き合いできないんですけれども、まあ、あくまでもそれはあのかなり、本格的な設計をするときは、近い業者さん、近いお客さんですね、じゃないと無理というだけで、まあ、試作ネットに入ってからまあ全国的なご依頼をいただいているので、まあ、これはちょっと特殊なわけですね。で、今、高速試作、高速金型ということで、平均、まあ、1週間かからないようなものづくりを進めてます。で、試作ネットの売りの一つでもあるその2時間での対応ですね、これは我々も意識してですね、まあ、見積もり返答 2時間というのは非常に特殊で、全てが守られてるかと言うたら守られてないことの方が多いんですけれども、一応2時間を目安にですね、レスポンスしていく体制を整えてます。あと、我々はまあ独自のシステムということでですね、今年の春から原価管理システムということで、クロスウェイシステムということで社内で始めました。これはですね、従業員全員に、まあ、時間管理をしてもらおうということで、まあ、日報のようなものをかなりこう小さく作りまして、ポケットにしまえるような、日報を作りまして、だいたい10分単位で自分自身何をしているのかっていうのを書き込んでもらおうと。で、全て記号化しましてですね、今何をしている、今から何をする、で1日終われば今日は何をしたっていうのを全て自分で見られてですね、で、これ集計しているものに、1日終わったら提出させてます。これで要するにこの製品を作るのに誰が何分かかっている、それを全て把握してですね、今見積もりで通って作らせてもらっている製品が適正なコストでいただいているのか、安すぎて取ってないのか、もしくは、まあ、暴利になってないのか、その辺をきっちり管理するためにこの原価管理システムというのを作り上げました。で、これを始めてからですね、まあ、従業員の方も、まあ、10分単位で書き込まなきゃいけないということで、まあ、無駄な時間ができなくなって、それぞれ時間の大切さというのを感じてもらってますね、従業員には。それと、まあ、原価がきっちり把握できる、まあ、売りに対して手がどれだけなのか、どれだけの時間をかかってどれだけのものを作ってるのかっていうのを把握できるようになりました。あとはそうですね、顧客の声を聞くということで、よく不定期ですけれどもアンケートを取るようにしてます。これはですね、
やっぱり僕ら勝手に、まあ、お客さんが便利だろうというような内容を勝手に進めてるのではないかというのがありまして、まあ、一番顧客満足度を高めるのにいいのがお客さんの声を聞くことだろうということで、定期的に3ヶ月に1回ぐらいですかね、全員に向けてアンケートを取ってます。で、次なんですけれども、これは今我々が、できうる技術の内容でちょっと専門的になって分かりにくいかもしれないですけれども、簡単に言うとこういうような内容で我々は技術武装をしているというような感じですね。ちょっと色を変えているのが、後で事例を交えてご説明させてもらう 3D デジタイザーとモデリングですね。主に我々の授業を3つに分けて、設計と、試作全般と、あとまあ金型っていうのがあります。でそれぞれその前にラピッドという高速っていう意味ですね。でラピッドをつけることによって、今までのものづくりから一歩早く前に出ようじゃないかという意味も込めて作ります。で先ほどもお説明しましたけれども、全て 3D データを使って、一貫した 3D データの活用ということで、一切職人技を使ってません。っていうか職人がいないので職人技を使えません。で 3D データを活用することによって、この後ろの工程に来る量産ですね、大量生産への移行をスムーズにしていこうというのが狙いです。で大量生産への糸口となる豊富な試作方法というのがあるんですけれども、簡単に言うと、どのような依頼でも、お客さんがどのようなことを望まれてても、すぐ答えていけるように、まあ、あらゆる切り口のものを揃えているというのがこの表なんですけれども、例えばお客さんの方で図面がない手作り品の、まあ、モデルを持ってこられてですね、図面がないような状態からでも試作量産へ導ける、まあ、小ロットの試作品が欲しければ簡単なアルミ型を作って成形をして何百個何千個作る、本格的な大量生産品が欲しければ我々の方で金型を、大量生産用の金型を設計して、成形して、要するにどういったご依頼でも対応できるようにはしていっています。次なんですけども、でそこで我々の強みは何かということをちょっと考えてみました。で一つ目に、まあ、先ほどから言っております、速さですね。我々の売りはあくまでもラピッドプロトタイピングということで、速さなんで、速さでお客さんの要求に応えている。まあ、平均どのようなものでも1週間以内、まあ、早ければ2、3日で形にしてですね、お客さんに届けるというのをしています。で2つ目で、先ほども言いました、職人列ですね。で職人列を実現するためにさまざまな企画化を今しています。で簡単に言うとですね、まあ、山本聖光さんとかもやられてて、非常に参考になって影響されたんですけれども、要するに全てをデジタル化して情報の共有化を図る、まあ後でまたご説明しますけれども、全てテンプレートを作って条件を出して、マニュアル化をして、で、簡単に言うと、まあ、若い学生でもアルバイトでも、
ものづくりができるような体制を整えることによって、まあ、職人化は実現できるのではないかということで、今これ完成はしてないですけども一生懸命進めてる最中です。で、まあ、3つ目はそのデザインから大量生産までの 3D データを活用した一貫性のあるものづくり。これはまあ試作ネットが入ってきて非常に楽になったんですけども、我々は今狙っている上流工程ですね、試作よりももっともっと上のものづくりの上流工程、デザインであるとか企画であるとかその辺を目指してるんですけども、そこから大量生産、お客さんにデリバリーするまでその辺を 3D データをうまく使ってですね、一貫性のあるものづくりということでお客さんに今提供していってます。この3つが我々の最大の売りなんですね。でちょっと簡単に今日は事例を交えながら説明させてもらおうと思います。でボクシンググローブの場合ということで、今からちょっと画像とデータをお見せしますけれども、まあ、ある大手玩具メーカーさんからですね、デザイナーが作った、まあ、ボクシンググローブって書いてあるんですけど、これはまあテレビゲーム用に作られたボクシンググローブなんですけども、まあ、テレビゲームに使うグローブです。でこれをですねデザイナーが発泡スチロールで作られてですね、で、図面もなければ何もない。で発泡スチロールいただいてから、3ヶ月後にこれを大量生産して 2,3 万個作りたいと、まあ、情報はこれだけやということを言われまして、これを預かってからデザイナーの要求事項とかをいろいろ盛り込んでですね、3次元データにしてそこから試作をして、大量生産への糸口をつけるというのを、この前やりました。ちょっとここは極端な例で書いてますけども、まあ、データ完成するまで、まあ、2日、まあ、一生懸命やれば2日ぐらいでできるということなんですけども、まあ、その例でですね、まずからちょっと見ていただきたいんですけれども、ちょっと小さいですね、まあ、簡単に言うと、まあ、裏がこんなもんです。表がまあこういった、これ発泡スチロールでデザイナーの方が作られたモデルでですね、こういうちょっとバッテンとかいろんなシールとか、これ落書きは我々の方で目印にするためにつけただけなんですけれども、まあかなりラフなデータです。あ、データちゃいますモデルです。で発泡スチロール丸出しでですね、ここにこうぐさっと差し込んだような穴とかもあって、かなりいい加減に作られたデータを持ってこられてですね、この発泡スチロールのモデルを見ながら打ち合わせをしていったんですけども、例えばまあこの黒のマジックが書いてあると思うんですけども、ちょっと見にくいですよね、まあ、ここにセンサーを埋め込むんでちょっと一段落ちをつけてほしいとかですね、まあ、いろんな模様をつけてほしいとか、いろんなこう要求がありまして、ここから、まあ、タンノキで試作を作って金型量産の方に持っていきたいという依頼でした。でそこから、まずこう天群データを取りまして、これが先ほどご説明すると言ってた3D の非接触デジタイザーのやつですね。非接触なんで大きさの制限はそんなに受けずにですね、
大きければそうですね、家具とか大きなソファーとかその辺ぐらいまではデータ化できます。でそれでざっくりまずデータを取り込んでですね、少しずつ面を整えて、衣装面デザイン面になるところをきれいに仕上げていくという過程なんですけども、まあ、今のところ取ったばっかりですとこの中身が詰まった状態ですね、中身が詰まった状態で先ほど言ってたこういう穴とかこの辺そのまま表現されてますね、あの棒で差し込んだような穴なんですけど、これを、まあ、うちのその CAD オペレーターがですねきれいに整えていきます。で結果的に中身をくり抜いてですね、グリップとなるような棒をつけて、お客さんからのさまざまなこういうデザイン的な要素を盛り込んで、完成させる。まあ、ここまでで約、そうですね、2日から3日。実際その 3D のデータがですね、こういう感じでですね、あの発泡スチロールから、肉厚を整えて均等肉厚で調整してですね、一応その金型でいけるようなデータまで作り込んでいくと、こういうあのお客さんの要望でヘアラインと呼ばれるこのラインのようなものを設けたりとかですね、センサーを埋め込むところの一段落ちとかいう話がここですね、まあ、この辺を設けたりとか、この辺があのファックスとか電話ではなかなか伝わりにくいといったところですね、実際モデルを見て一緒に開発デザイナーの方とお話をして進めていくというのがこの事例です。ここまでするのに、まあ、2日から3日で、図面がなくてもいけますので、今までであればまず2次元図面を描いてですね、それを3次元にする、もしくはそのまま作っていくということでかなり時間がかかってました。おそらく2週間3週間はざらにかかっていたと思うんですけれども、データ完成まで我々の方で 2,3 日でやってですね、でこれをまず光造形で確認するところまでプラス 2,3 日ですね、合計でまあ1週間かからずして形が見えるということが、一番の差別化やと我々は思っています。もう一つこれもあのブラックバス用のルアーの試作をちょっとやったんですけれども、これもルアーのデザイナーがですねこういうルアーを持ってきて、3ヶ月後に3万個作りたいというようなざっくりとした依頼でですね、あるのはこれだけ、図面は一切ない。でここからデータを作っていくんですけれども、まあ、簡単に言うとこのデジタイジングっていう技術はですね、貼り絵のようなものを想像してもらったら分かりやすいかと思うんですけれども、あらゆる角度から撮影をしまして、で後で順番に貼り合わせていく。で、まあ、この貼り合わせ方
貼り合わせる技術がちょっと難しいんですけれども、簡単に言うとそういった感じですね。でちょっとずつデータを作っていきまして、最終的に表面処理を加えて凹凸のないきれいなデータまで仕上げていく。これも大体、まあ、3日とかそのぐらいでデータは完成できますので二次元図面を書いてそこからとなりますと、これは多分二次元図面を書くのにかなり時間がかかるものだと思いますので、大幅な時間短縮ができたということをメーカーさんの方から言われました。あとですね、こういった事例でですね、今よく図面に表せないようなものが依頼として入ってくるんで、こういったものが最近入ってきました。これはまあ横向いてる人間の体ですね。で、まあ、医療器具メーカーさんでですね、この首元のちょっと注射を打つシミュレーターを作りたいというお話がありまして、でここをシミュレーターを作るためにデータを作って、でそこから光造形をして自宅で追い込んでから金型量産をしていたり、そのシミュレーターの量産をしたりという依頼をいただいてですね、これだけ預かりました。こういったものですね。でこの今シール貼り付けてるのはデジタイジングしやすいようにうちの方でこれ貼り付けたシールです。位置合わせ用のシールですね。先ほど申しましたその貼り絵のようにして進めていくので、こういう位置合わせ用のシールがなければどこがどこか分からなくなってしまう、そういう意味で貼り付けてます。でこのデータをいただいてですね、デジタイジングした面がこれですね。先ほどのデータをそのまま取って、で表面をちょっと鳴らすような形でスムージングかけた状態です。まあ、お客さんの方からこういう鎖骨、首のこの辺の筋、この辺をきれいに表現してほしいということだったんで、まあ、デジタイジングであれば寸分たがわず取れますので、まあ、きれいに表現できます。これはつるっとしたこれ 1枚の面なんですけども、ここから形状を作っていくことになります。で完成したのがですね、ここが今鎖骨 でここが首の筋ですね、まあ、シミュレーターということで中に骨を入れてですね、いろんな血管とかを入れて、まあ、下にこういうケースのようなものをつけてですね、この皮膚はゴムで作るんですけれども、実際ここにこう注射を打たれるシミュレーターをシミュレーターを考えておられるらしいんですけども、これがですね、中に鎖骨が隠れています。で鎖骨も手作りモデルをいただいてですね、うちの方でデジタイジングして作ったものです。で大々の肝臓の確認であるとか、まあ、うまいことできてるかなという確認はこの 3D CAD で確認してですね、こういったはめ合わせの部分
確認してから最後光造形で実際手に取って確認するといった作業ですね。こういう鎖骨も、モデリングしてですね、弊社の方でこれも手作り品そのままデータ取りしてですね、うちの方で中を肉を盗んで、射出成形というのは厚肉ができないんで、ある程度薄肉にしてやらないと成形できないことで、うちの方で後ろ肉盗みしてます。で、まあ2つに分けてやると、で これが全て、まあ、この中に入っているということになるんですけども、図面ですから進める例は大体こんな感じになりますね。これも大体このモデルを預かってからデータ化するまで、鎖骨を含めて1週間以内で、そこから光造形を作って、光造形自体1日2日でできますから、まあ、10日以内で金型の、大量生産への金型のスタートができるということで、大幅に時間短縮につながりました。続いてですね、こういったことを踏まえて我々は何を達成しようとしているのか、まあ、事業ビジョンを立ててですね、同じやるのであればきっちりビジョンを立てて進んでいかなきゃいけないと思ってますので、我々が示したビジョンは、まあ、プラスチック業界でものづくりの高速化を推し進める、で何回も言ってます高速試作ですね、ラピッドプロトタイピングで、高速金型、ラピッドモールディングで、高速製造、ラピッドマニュファクチャリングということで、前についているこの3つの R を元にして、まあ、概念は曖昧ですけれども、どこにも負けない高速試作ということで、あくまでも速さを追求してですね、業界ナンバーワンの速さで顧客満足度を追求していきたいと思っています。で、先ほどから出てます企画化したものづくりで職人レスを実現していこうという話なんですけれども、山本聖子さんの企業内デジタルというのが非常に私の中で、印象を受けたというかショッキングな出来事でですね、山本聖子さんが進められている、まあ、全てをデータ化して情報を共有ができるようなシステムをヒルトップシステムということで作られたんですけれども、あれは素晴らしいなと率直に思いました。で、我々職人がいない、職人レスで進めていくとなれば、ますますああいうシステムを導入しないと、各自が持っている技術ノウハウというのを全員で共有しないことには、まあ、短時間で誰が引き継いでもできるようなものづくりが前に進まないと思いますので、山本聖子さんからかなり影響を受けて今進めてます。で、各自が持っている無形のような技術ですね、それを全て有形に、ノウハウ、コツ、熟練性、匠の技、ものづくりに必要な、今までは職人さんが一人で抱えていたようなものですね、これをどうにかして、我々若いメンバーだけでやっていくには、すべてデータベースに置き換えて、あらゆるテンプレートを作って、すべての機械にマニュアルを備えて、
で全ての条件出しをまずやってみようということで、かなりトライとか条件出しにお金を突っ込みました。で全てが全てじゃないですけれども、こういう体制ができつつあります。でこれが完成するとですね、ヒルトップシステムじゃないですけれども、誰がやってもどの機械を使って誰がやっても同じものが出来上がる。それもよそとは違って、むちゃくちゃ早く、よそが10日かかっているところをうちは2日でやろう、よそが1ヶ月かかっているところをうちは1週間でやろうといった具合に、これが完成すれば職人ですね、機械にやらせることは全て機械にやらせて、人間が関わるのは管理だと。もう本当に山本聖光さんのヒルトップシステムをそのまま利用しようじゃないかというところです。またヒルトップシステムのようにかっこいい名前はついてないですけれども、やろうとしていることは一緒です。あと一貫性のあるものづくりにはということで、最初に説明したかもしれないですけども、今支度ネットに入ってからいろんな一貫性のあるものづくりやってます。で最初の設計デザイン企画段階から大量生産に至るまで、一貫して今やらせてもらってるんですけれども、そこで開発メーカーさんの開発担当の方とか購買とか資材の担当の方に一生懸命説明してるんですけれども、その説明してる内容がですね、その試作の重要性ですね、なぜ試作をするのか、で我々がやってるこのラピッドプロトタイピングというのはちょっと高くてですね、説明しなければ非常に敬遠されるようなものなんですけれども、どうしてこういう高いお金を払って試作をするのかっていう説明をですね、まあ、必死に説得して回ってる最中です。で簡単に言うとですね、これのこう縦軸、手直し修正箇所合計だけですね。で横軸が設計デザイン段階から大量生産までの各工程、今現状ですね、この黒の点線で結んである場合ですね、現状、試作であるとかものづくりの上流工程であらゆる問題が潰せてないことが多い。ですから時間が経つにつれて、要するに後工程に行けば行くほど、簡単に言うと大量生産になった段階でお客さんの手に届いてからいろんな問題が出てくるといったこういう最悪のケースがよく報告されていると思うんですけれども、まあ最悪お客さんの手に届いてからリコールとか、まあいろんな問題出てるのニュースでよくやってるんですけども、ああいうのは最悪な例で、まあ大概は大量生産行く段階で発見されるんですけれども、それでもやっぱり後工程に行けば行くほど問題点というのは見つかる傾向にあります。で今我々がですね説得しているのは、まあ、前倒し、よくフロントローディングという言葉を最近お聞きになるかとは思いますが、最初の設計デザイン段階試作の段階で全て問題を出し尽くしておけば、大量生産になる頃にはある程度落ち着くんじゃないかと。完全に落ち着くっていうのは難しいかもしれないですけれども、きっちり大量生産の前に試作をしてですね、問題というのを全て出してしまって、それから量産の工程ですね、金型であったり成形であったりいろんな二次加工であったりアセンブリーであったり、全て問題を出し尽くしてから
量産工程に行けば、まあ、どんどんこういう問題が後になればなるほど出てくるようなことはないだろう。実際試作を上流工程で作り込まれているお客さんは量産スムーズに流れてます。これはもう我々が一番よく分かってるんで。で、結局上流工程で確実なものの作り込みをしておけば、簡単に言うと試作っていうのをきっちりしておけばですね、いろんな意味でコストが低減削減できて、最初に見つけておけば修正も簡単である。で、まあ、病気と同じで早期発見しておかなければ後で見つかったら大変なことになるというのを何回も我々経験してます。例えば携帯電話の量産金型ですね、ああいうのは合計すると何千万するようなコストが金型にかかってます。で、金型を作ってからですね、いろんな問題が出てくれば最悪金型の作り替え、最初に何千万投資して作った金型を捨てることもありました。で、後から出てきてももう手遅れなわけで、やっぱり金型を作る前にいかに試作で追い込んでおくか、試作でほぼ 100% まで追い込んでおけば金型っていうのは一発では決まりませんけれども、ある程度、いい出来で、まあ、ファーストトライと呼ばれるそのいろんなトライがあるんですけれども、いい出来で量産工程に入れます。ですから、まあ、事後処理を事前に、まあ、簡単に言うと後になって出てくる手直しをいかに試作に持ってくるか、これが今後そのものづくりを短期間に立ち上げて、大量生産をいかに安く抑えるか、これが我々重要なキーポイントだと思っています。で、試作を進める上でですね、何回も申してます 3D データを一貫して使っていく。 3D データというのは一度使えばあらゆる面で活用できます。まだまだ活用できてない方が多いですけれども、 3D データというのは一度作ればですね、大量生産に移るまでかなりいろんなことに、利用が可能です。で、我々今活用しているのがですね、一番最初にデジタイジングということで3次元データを作成します。で、3次元データを作成したら、あと光造形真空中継ということで早くお客さんの手に、最終製品となる形状を表現してお届けする。で、試作が OK であれば次金型の方に走るわけなんですけれども、そこで、まあ、CAM データということで同じ3次元データを使って金型用のデータを作ります。で、金型用のデータを作ってその後、成形で樹脂を流すんですけれども、そこで樹脂がどういった形で流れていくのかという解析をするための、まあ、流動解析であったり、まあ、いろんなその強度解析であったり解析ということに活用できます。で、金型を作った後も、まあ、検査用のデータとかですね、 3D データがあればいろんなキャットと呼ばれる検査ですね、こういったことにも活用できます。要するに一つ 3D のソリッドデータ、今は主流がソリッドデータになってきてるんですけれども、ソリッドデータというのがあれば、まあ、設計から試作、金型製作、解析、検査というような工程を、まあ、コンカレントですね、同時進行のプロセスで使っていける。
二次元図面であれば一旦一旦プツ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 と途切れて進んでいくようなものを 3D データというのは全て共有して同時進行で進めていくことができますので、これも納期短縮には非常に効果があります。その話の続きなんですけれども、まあ、コンカレントプロセスによって、まあ、理想はこういった感じでリードタイムを短縮していきたい。 3D データというのはコンカレントで進められますので、全ての工程をこうダブらせて重なり合わせて進めることが可能です。今までのこういう直線的な進め方から、重なり合わせて企画をやりながら 3D データがあれば企画をやりながら、試作の検討もできる。金型の設計も可能である。全てこう被らせて作ることによってうまいこといけばなんですけれども、このぐらいのリードタイムは短縮できるのではないかという図ですね。なかなかこういうふうにはお客さんの都合もあって進まないんですけれども、こういう可能性を秘めているというふうに思ってもいいと思います。まあ、最後にですね、我々の事業ではどのような可能性があるのかということで、目指していく方向ですね、これを、3つ挙げてみたんですけれども、まず1つ目はあくまでも高速にこだわった超短納期試作品の提供、それによる垂直立ち上げですね。まあ、垂直立ち上げというのはかっこいい響きでですね、我々目指してるんですけれども、企画からデザイン、試作、この辺の工程を、進んで量産に進む、その辺の工程を徐々に上がっていくんではなしに垂直に上げていこうというようなのが狙いなんですけども、一応我々の今持っている技術があればかなり垂直に上げられると思います。で、今までのその短納期試作を超えた超短納期ですね、1週間のものを2、3日、1ヶ月のようなものを1週間というようなずば抜けた速さで提供できることによって垂直立ち上げは可能であると思っています。あとこれは、理想なんですけども、製造工程の企画化を追求してものづくりのドライブスルーを実現、これ極端な話なんですけども、ものづくりのドライブスルーというのは私の夢でして、お客さんに待ってもらってる間に何かものが作れない、まあ、極端な話、お客さんが、まあ、朝にうちに来てですね、こういったものを作ってほしい頼まれて、ちょっとお待ちくださいということで待ってもらってる間に何か作りたい、いろんなその機械の制約とか物理的に無理な要素があるんですけれども、できる範囲でものづくりのドライブスルーというのを考えていきたいと思います。このぐらいのことを考えてないと本当の意味で、どんどん納期を短縮することは難しいなと思ってますので、近い将来どういったものになるかわからないんですけれども、ドライブスルーというのを目標にしていきたいと思います。あと、まあ、3つ目はものづくりの源泉ですね。源泉、湧き出ているところですね。ものづくりの源泉といいますと、企画であったりデザイン、その辺ですね。そういう最上流工程を、突き詰めていくことによって開発主体のソリューション提供ができるのではない。まあ、今まではその図面をください、デザインをください、そういったことである程度お客さんの方で固まったようなものを我々の方に提供してもらってました。まあ、今でもしてもらってますけれども、今後はお客さんの方で、我々がいなきゃ
企画ができない、デザインができない、クロスエフェクトがいなければいいものが作れないと言ってもらえるようなコラボレーションをしていきたいなと思ってます。こうするには、まあ、最後に出てくる試作ネットと一緒に事業を交えてですね、コラボレーションしていかないと、開発の最上流工程から関わっていくことは無理かなと思っています。我々一社だけではなかなか設計であったりデザインであったりその辺から入り込むことが難しいので、試作ネットと試作ネットを巻き込んでですね、もっともっとものづくりの上流工程に進んでいきたいなと思っています。で、近い将来には試作ネットを根幹にしてですね、京都を試作の一大集積地にする。で、かなり漠然としてますけれども、一応京都に世界中からの試作の依頼を集めてですね、我々がいなきゃ開発ができない、いいものが作れないと言ってもらえるような、集団、試作ネットとしての集団にしていくのが我々の夢なんで、これに向けて今徐々にですけれども進めていっている最中だと思います。今試作ネットの方でですね、この秋に京都試作工房というのを立ち上げまして、株式会社に10月にしました。それももう山本聖光さん、秋田製作所さんからお話になられてるかもしれないですけれども、まあ、本当に皆さんビジョンをお持ちでですね、かなりやる気のある企業ばっかり試作ネットには集まってるんで、必ず達成できるとは私思ってます。で、京都府の方も京都試作センターという集まりを京都に設けてですね、京都試作ネットを後押ししてくれるという話も出てきてます。で、まあ、近い将来必ず、私の思いは、まあ、試作ネットと共に発展していきたいと思ってますので、またどんなことがあるかも分かりませんけれども、きっちり見守っていただければありがたいと思います。ちょっと分かりにくかったかと思いますが、以上で終わらせてもらいます。ありがとうございます。今回も30分ぐらい質疑の時間を取ってます。ぜひどなたからでも結構ですので、質問してください。まずこちらの会場からどうでしょう。何か質問がありましたらよろしいですか。はい、どうぞ。ちょっとお名前をおっしゃってください。はい、座りながらでいいですね。立つ必要ないですね。いいです。さて、中部産業連盟の橋本と申します。大変面白い話ありがとうございました。ちょっと分かりづらかったというか、私の理解力が足りないのだと思うんですけども、ご質問があるんですけども、あくまでも試作にこだわっておられるという印象を受けたんですけれども、ただお話の中で随所に川上へとか上流工程ということをおっしゃられていましたし、またコンカレントエンジニアリングでむしろ川下を意識されたようなお考えも申したのかなというふうに思ったんですけども、例えばじゃあ川上ということでデザインをですねやられるということでしたら、試作だけということになりますよね。事業として新たにその開発をやられるだとかですね、例えばじゃあデザインだけやってればいいのかっていうわけでもないと思うんですよ。じゃあ材料のことわからないで開発やりますって言ってそれが受け入れられるかってのはなかなか難しい問題だと思うんですけども、そのあたりはですね、じゃあ試作というところを軸にしつつですね、まあ今後の展開をどの程度そのまあ川上に行かれるのか、その量産工程の方でアドバイスをいろいろできるような、立場に
もなっていきたいというお考えだと思うんですけども、まあ、直近でですね、その どの辺をその攻めたいなというふうにお考えなのか教えていただければと思います。はい、そうですね、我々はもうデザインも含めて、設計からデザインも含めて、すべて開発施策という括りでですね、やっておりますので、一番最初にデザインされるのも試作のうちであるという括りで今進めてますので、あくまでも我々が目指す方向は川上方向ですね。川下のそういう大量生産のアドバイスとか手配もできますけれども、突き詰めていく方向はデザイン企画である、要するにものづくりの源泉ですね、そっちの方に進んで行こうとしてますので、デザインとか詳細な機構設計とか、その辺も我々の中では量産に行く前の試作という一つのくくりで今考えています。であればですね、ちょっと引き続きですか、はい、であれば、なおですね、思うんですけども、例えば、お話の中にですね、職人列、はい、デジタル化、テンプレート化、マニュアル化ってありますけれども、そういったことを進めることによってですね、むしろその何か、何ですかね、施策というものをですね、単純なオペレーションに、落としてしまってですね、オペレーションの効率化の追求というふうな方向に、むしろその、まあ、こういう言い方をしてると失礼なんですけど、買い叩かれてしまうような方向に、長期的に見たら行ってしまうのかなという思いとですね、あと 3D のその、まあですね、3D データの活用、CAD CAM、あるいはその CAE だとか CAT だとかというものの威力というのは、むしろその開発を短縮化するというのですね、開発とそこからの量産化まで、あるいは市場投入までの期間をぐっと縮めていくというところに威力を発揮しているように、現状ですに私は思っているんですけども、そこであえてその生産の方で強みを発揮できそうだなという印象なんですけども、あえて開発とかデザインっていうふうにいかれるというその真意っていうのは、やはりその当初からそういうことをやりになりたかったからなのか、それともお仕事をやられてるうちにそこにこう、まあ、商売の種みたいなものを見つけられたのか、どちらなのかなっていうちょっと疑問があります。なるほど。まず最初のそのデザインとか企画とかその辺を追い詰めていくのと、あとその職人ですを実現するための企画化という話なんですけども、確かにその企画化してしまえばそのまあ誰でもできるということで、まあ社内では誰でもできるということで、どう言ったんですかね、うまいこと説明はできないんですけどもデザインを追い詰めていくっていうのは、ものづくりの源泉にたどり着きたいというのは我々今全員の夢でありまして、デザインもしくは企画を追い詰めることによって、まあ、最初からものづくりを取り込んでしまおうというのはいうのがまあ最大の狙いなんですけれども、それプラスその職人が職人ですか企画かっていうのは、まあ、社内でちょっと2つに分けまして、まあ、本当の意味での、まあ、その社内デジタルによって社内デジタル化によって、まあ、企業として成り立っていくためには、まあ、そこでどう言ったらいいですかね、まあ、安定してものづくりが作れるように、安定してものづくりができるように職人ですかを進めてるわけで、まあ、あとデザインとか企画とかはそうですね、うまいこと説明できないですけども、まあ、社内では2通りの考えで今進めていってるような感じですかね。確かにおっしゃられてることはよくわかりますまあ、すみません、お答えしづらい質問をしてなかなかちょっと難しいんですけども、
ただ御社のその、まあ、夢というか、はい、従業員の方も含めたそういう思いっていうのがこの開発の方で貢献したいということなんでしょうね。で、ストリートデータを使ったそのさまざまな CAM とか CAE とか CAT とかその辺がまあ量産工程に貢献してるんじゃないかということなんですけども、これもあくまでもその我々やってるのは量産への糸口となるような量産工程の前の段階で活用していってるんで、そうですね、立ち上げる前の段階なんで、何もその量産化に川島を見てるという感じではないですね。いかに量産をスムーズに立ち上げるのか、そういったことに集中してますので、あくまでもこれも試作から量産に行くまでの過程やと思っています。どうもありがとうございました。他の方はどうですか。僕は CAE の位置づけは今相当変わってるような気がするんですけどね、なんかいろんな企業をヒアリングしますとね。ですからちょっとこの辺は将来的にみんなで議論したいと思って、どうぞどうぞ最初手を挙げてください。平井産業の南村君です。今日いろいろちょっと話聞いて、先ほどのちょっと件もあったんですけど、まあ、お考えになってるのがその、まあ、試作っていうのも一つの、まあ、川上の方なのかなというふうに思ってるんですけど、まあ、それこそ川中の加工とか分加工なんか世界的に、まあ、競争も激しくなって、まあ、スマイルカップみたいな問題の加工なんか非常に厳しくなってますよね、競争として。その分上流の、まあ、川上に行かれるところの一歩踏み出す部分のそっち行かれるのが方法としては非常に面白いんじゃないかなと私自身はそう思ったんですけど、ただ先ほど、まあ、言われてるその、まあ、職人ですというかですね、無形を有形にということでいろいろどん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 そういう形で、まあ、共有化あるいは、まあ、データベース化することがモノハードみたいなところでですね、逆に参入障壁を低くするみたいなところも逆にあるんちゃうかなというふうに思うんですが、まあ、そこを多分スピードとかそういったことでですね、それを強みにしようということでどん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 そこを突き詰めていかれるのかなということが、まあ、他と違う差別化するところなんじゃないかなというのはつまりは考えてたんですが、実際にちょっとその辺のところで具体的にその、まあ、無形のものを有形にするという、まあ、ノウハウとかですね、そういったところで多分社員さん10名ということなんですが、やっぱりレベルが結構差があったりするんちゃうかなと思うんですよね。でなかなか実際にその例えばできる人とかできない人とかその辺の慣れといいますか、なかなかそれを見なす形にしたりとかですね、スピードアップするには実際その辺がものすごい重要だと思うんですけど、もう少し具体的にその辺をこ う, うまくやらせられてるどういうふうにされてるのかなと、かなり実際この辺のところを突き詰めるのは、まあ、それを目指しながらできへんのでしょうけど、かなり難しいところもあるんちゃうかなと思うんですけど、 そ, うです、その辺ちょっと具体的にもう少し教えていただければと思います。実際やっぱりついていけないものはやめていってますし、やめていってますし、やっぱり今優秀なメンバーだけ残っているというのもありますね。それと今残っているメンバーは全員、そういうデータベース化であったり条件出しであったり、先ほど言っているその情報を共有化するために、簡単に言うとその社内陳腐化ですね、よそではできないけれども社内であれば誰でもできる陳腐化されたような技術になっているということを目指してやっていこうということにしてますので、私もその社内陳腐化いうのを心がけてやってるんですよ。で、かなり高いモチベーションがなければ、難しいっていうのはありますね。で、モチベーションが続かないものをやっぱりやめていってますし、我々が今追いかけているのが非常に難しい分野なんで、確かにそういう教育体制とかですね、どうやってそういうメンバーを揃えていくのか、全員の技術を上げていくのかっていうのは今でも最大の課題なんで、これだという答えはあんまりないですね。もう一人手を挙げてたんですけど、
今日はありがとうございました。私とちょっと遅れてきましたので、冒頭の部分がちょっといまいちつかめないんですけども、はい、ですね、今現在私も一応金型に携わっていて、今現在っていうか最近は自動車に関して言いますと試作っていうのがかなり減らされてきてるんですよ、開発費を抑えるために。そしてこの先その試作で、生きていかれるというその中でどのようにその辺をお考えになって見えるのか、それとまた試作を作ったところが一番その量産の金型を作る上で苦労が分かると思うんですよね、コアピンの入れ方がなんだかんだで。試作だけで終わるっていうのはなんかすごくもったいない気がするんですけど、そうですね、どうなんでしょうか。そうですね、今自動車業界から始まってきているその試作レスですね、試作レスの流れっていうのはよく話は聞くんですけれども、我々はそうあまり重要に捉えてないと言いますか、試作の回数は確かに各企業今後減る傾向やとは思いますけれども、実際物を作って確認するという回数が減ってもですね、我々のようにこういうバーチャルな部分で3次元のデータでいかに、試作をして、で最後の最後一度物を作るという動きにはなってくると思うんですけれども、そうですね、そのバーチャルの部分でも我々こういう試作で追いかけていきたいというのはありますね。それとその試作をやった業者がまあ量産に有利だというのは確かにそれはありますね。我々もその試作をやってさまざまなノウハウとかデータが我々にたまるの でそのたまったノウハウを使わずに量産の業者に渡してしまうのは確かにもったいないんですけれども、最後まで大量生産まで面倒見るというのはもちろんたくさんありますけれども、あくまでも狙いは試作で一旦切らしてもらう、お客さんの方からの要求がなければ試作で今一旦切らしてもらってるっていうのが多いですね。逆にそのお客さんの方からもったいないということであれば最後まで面倒見させてもらってるというような感じなんですけれども、でお客さんからの要望で試作でいろんなバグとか問題点というのが出た内容を、全てフィードバックするようにしておりますので、まあ、金型屋さんの方に引き継ぎやすいような体制にはなっております。はい、ありがとうございます。どうでしょう、その方の会場何か質問ありますか。すいません、おります。はい、どうぞ。小沢と申しますが、企業の立ち上げるというもうちょっと大きい声で言ってもらえませんか。すいません、もうちょっと映ってましたので、こちらですか。小沢と申しますけども、はい、この事業を立ち上げるときですね、どのくらい その初期投資額がかかっているんでしょうか。結構いろんなこの機械設備とかですね、かなりこういるんじゃないかなと思いながら、見たんですけども、その辺教えてください。そうですね、かなりイニシャルとしてはかかってますね。具体的な数字まではちょっと言いにくいんですけれども数千万円後半というところでしょうか。はい、どうぞ。あとすいません、ちょっとイメージがわからなくてすいませんが、はい、このですね、ボクシンググローブを2日間で作ったということでございますけども、はい、納品価格としたら、ね、どのくらいなんでしょうか。納品価格ですか。そうですね、データ作成だけですか。構いません。データ作成だけですと、30万から40万円ぐらいです。ありがとうございます。
あまり放送的には言いたくないですね。すみません、まだ現在過去にもになってないものはなかなか喋りにくいものですから、多分この辺は将来収録の場合全てカットされてしまいます。はい、どうぞ。藤井と申します。繊維の加工をやっておりますので、まあ、ローテクの方なんですけれども、ね、原価管理システムについてお話しされましたので、そのことについてちょっとお伺いしたいんですけれども、まあ、10分単位でその、まあ、時間の使い方を報告させるという形で原価を厳密に管理するということと、時間の管理を効率的に進めていくということでお話しいただいて、まあ、我々、私の会社でもそうなんですけど、実はいろんな工程があるのをですね、ストップウォッチを持ってですね、作業員がどういう時間をやってるかって測ったりなんかしましてね、お客さんとの価格交渉に対してその原価管理などをきちんとやろうとしたことがありますけれども、まあ、そういうことをやっていくとですね、現場の作業員の方からね、なんでそんなことをするんだとかですね、いろいろこう抵抗があるわけですよね。まあ、ものすごくこう縛り付けるような感じになってしまってですね、逆に、現場の作業者の方からこう意欲をすごく削いでしまうとかですね、いうことが我々の業界ですらあるんですけれども、まあ、もっとこう程度の高いことをやっておられる方なので、余計にそういうことがあるんじゃないかなというで心配をしたんですけれども、なんかそういうことを克服していかれる道が あるんでしょうか。そうですね、まずこのシステム10分単位に管理するっていうのを始める前に全員に説明しました。なぜやるのか、なぜ10分単位に書かなきゃいけないのかっていう話も従業員の方からありました。邪魔くさいし、作業の邪魔になる、で続けられるかどうかもわからないという声もありましたけれども、これをすることによって、原価をきっちり把握して、イコール会社の売上と利益をきっちりと全員に見てもらえるような形にする。で簡単な、例を申しますと、会社の利益を公開することによって、まあ、賞与であったり、昇給の配分をきっちりと公開していこうと。で、あくまでもその従業員のためにやることなんで、理解してほしいという説明をするとですね、続けてやってくれるようになりましたね。まあ、そこまでやられるとやっぱり社員の方のモチベーションも上がるっていう。そうですね、何のためにやるのかっていうことを公開すればおそらくやってくれるとは思うんですけども。わかりました、ありがとうございます。これは紙ベースでやってるんですか。紙ベースです。埼玉で僕は中核企業の支援で何か、県が投資したやつの審査やった時にコンピューターベースでやってる会社があって結構面白かった。紙ベースでやってるので、まあ、就業後ですね、その責任者がデータベースに打ち込むっていう作業が結構大変なんですけども。まあ、今我々10名ということでできているのかもしれないですけども、今後増えてきてもそういうチームごとにですね入力させて、規模が大きくなってもこのシステムは守っていきたいなと思います。あとまだもう一人ぐらいは大丈夫みたいですけども、どうでしょうか、何かありますでしょうか。渡辺先生よろしいでしょうか。はい、どうぞ。スマホにもう一方質問したい方がいらっしゃるんですか。はい、よろしいでしょうか。はい、すみません、中村と申します。今日どうもありがとうございます。はい、京都試作ネットのお話の今日で私この講座で 4人目の、講師の先生になるんですけども、聞いててずっと思っておるのがですね、試作ネットの強みという点をですね、クロスエフェクト様から見られてどこにあるかっていうのをちょっと教えていただきたいんですが、はい、お話聞いてますと非常に協調と競争のバランスがいい組織だなと思うんですけれども、その点も含めてお話しいただければありがたいんですけども、はい、試作ネットの、まあ、自分から言うのもおかしいですけども、私が後から入って気づいたんですけれども、素晴らしさっていうのはですね、簡単に言うと3つあると思います。1つはですね、
経営者同士 その人間性で結びついてるって言いますか、何もその利益とか、ただ単に仕事が少ないからみんなで共同受注をしようとかいう安易な考えで集まったのではなくて、人間性で結びついてるなっていうのを私がまあ一番最後に入ったんですけれども、それをよく感じました。それともう一つはですね、各企業が持ってる要素技術の高さですね。まあ、それぞれ例えば西条インクさんであれば、まあ、薄板金属加工でですね世界一を目指されている、山本聖光さんであればもうアルミに関してはもう日本屈指のレベルでして、この前お話しながら山本副社長も名古屋工業大学の講師であるとかですね、山本聖光自体IT 関西百選でしたかね、そういう賞を取られたりとかですね、秋田製作所さんも、京都の中小企業技術大賞とかですね、いろいろな賞を皆さん取られたりして、各企業かなりそれぞれ持たれている要素技術が非常に高いレベルにあるなというのが、あれですね。もう一つはビジョンをきっちり持ってですね、ビジョンに向かって進んでいくという、試作ネット立ち上げる前にピーター・ドラッカー の経営学の本を元にして勉強会進められてたんですけれども、最初の10社はで、そういったピーター・ドラッカーの、経営手法に基づいて、まず事業ビジョンを立ててですね、顧客を想像して進んでいくという、そういう進め方がメンバー全員がきっちりと根付いているので、今のところ成功してきているのだと思います。で、私が一番最後に入って、その辺がやっぱりよく分かったといいますか、すごいなというのを感じました。以上です。どうもありがとうございました。すみません、時間で大学の授業で時間でなんつって止めるのはあまり面白くないんですけれども、ここ借りてれないもんですから、すみません、ここで終わらさせていただきます。それで本来ですね、こういうような事例研究の場合には慶応大学のビジネススクールなんかですと6時間ぐらい実は授業は続いてるわけです。それでうちは1時間半で切ってしまうというのはちょっと今後の検討課題でもあります。で、来年度多分まだ MOT 続行できると思ってるんですけども、来年度はちょっと授業のやり方をもうちょっと考えてみたいと思っています。で、まあ、これはもう今年度はこういう設計だったんでしょうがないんで、まあ、お話をお伺いして、ある程度の質問をしてということぐらいしか手はないんですけれども、僕はどこかで、オフ会みたいなやつでみんなで議論ができると本当は最高そういうんですが、残念ながら今日はまだちょっと食い足りないというところがあるかもしれないんですけれども、武田さんには非常にお忙しい中いらっしゃっていただきまして、かなり玄関まで聞いてしまうような恐ろしいということをやってしまったんですけれども、今後もこれに懲りずまたもう一回一回でしたね、ありますので、すみません、よろしくお願いしますということで、最後は拍手で終わりたいと思います。どうもありがとうございます。うちの学生さんは思いっきり早くこれを片付けてください。